吉田さん、私ね、気がついたらいつの間にか買えるやんみたいな感じになってましたね、ナイトライダーね。特にナイトライダーが欲しくて頑張ってたっていう意識は確かにないんですよ。で、ある時ね、私はまあ車に対する憧れっていうのはそこそこありますんで、隠居暮らしをした時に、まあそれまで乗ってたセルシオ、10年ぐらいセルシオをね、2年ごとにいろんな中古車を、中古のセルシオを乗り換えていたんですけども、まあ、30系ですよね。最終型のセルシオを隠居した時に、まあ、手放したんですよね。その時に何にもなくなって移動手段が、まあ、原付を新品で買ったわけなんですけども、くまモンさんはね。その後しばらくしてやっぱ車いるなと思ってね、車欲しいなと、特に移動手段としてじゃなくて自分の、まあ、趣味といいますかね、楽しみとして車欲しいなと思った時にいろんな高級車を見るようになったんですよね。まあ、その時に真っ先に見たのが、まあ、ベンツだったわけなんですけども、あ、ベンツ買えるやんみたいな感じだったんですよね。それでレクサスってのも出てましたんで、LS460 ってのも結構いいなと、この辺800万1000万すんの、あ、でもなんか買えそうだよなって思ってて、見てる時に何を買おうかなと思ってひらめいたのが、あれ、ナイトライダーキットのレプリカって確か出てるよな、乗ってるやついるよねって感じで YouTube 見ると、やっぱね、ナイトライダーの YouTuber さんっていらっしゃって、それを見てですね、あ、なるほどと、ナイトライダー買えるんだ、運転できるんだ、車検通るんだみたいな感じでね、見てたんですよ。で、検索すると、まあ多くはないですけどもね、レプリカをちゃんと作ってるところってあって、いくらぐらいするんだろうと思いましたよね。でもベンツやレクサスが買えるぐらいの今資金量ですから、当時ね、もしかしたら買えるんじゃないかなと、1000万ぐらいだったら全然ありえるぞと思っていたところに、まあ、なんとなく価格っていうのが見えてきてね、だいたいレプリカをどこまでするかにもよるんですけども、500万から800万だっていうふうな当たりがついたんですよ。だったら十分買えるなっていうところと、どうせね、どうせ手に入れるんだったらフルレプリカで、まあ、日本一のレプリカが欲しいなと思ったんですよね。まあ、そういった中で、これが欲しいからやっていたというよりも、やっていたら欲しいものがどん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 手に入るようになってきたっていうところですかね。いや、本当に非常にそこはね、嬉しいなと思ったところは、なんか手に入んないものっていうのはないんじゃないかなっていうところだったんですよ。できないことはないとかって言いますけども、やればできるって言いますけども、それがだんだん、あ、本当にそうなんだなっていうふうに感じれるようになりました。今ね、車検代100万弱かかってますけども、これも、まあ、払えないかって言うと別に払えなくもないですし、プラスですね、私ね、この車検代払いつつ、まあ、母親にね、プレゼント、記事のプレゼント、まあ、100万円ですけどね、100万円をちょっとね、プレゼントするのと同時に、もう1台 LS なりなんなりね、自分の好きな車を買おうと思ったんですよね。まあ、今日はね、車の話になっちゃいましたけども、すいません。やっぱ吉田さんはね、大金星っていうのは R34 欲しい車があって、それがどんどん市場価値を上げてるってことで、で、本当に自信を持って乗れるっていうところとね、もう本当に自分が好きだから乗っていたっていうことで、値段が上がると思って乗ってたわけではないっていうところでしょうね、きっとね。まあでもね、自分の持ってる車の値段が上がっていくのって嬉しいですし、よし、絶対手放さないぞって気にもなりますよね。私も同じです。トランザも手放さないし、このフルレプリカは切っても切れない縁だと思います。もちろんね、それに固執することはないんで、事情が来れば手放すことも大いに考えられます。まあ、私はもともとね、欲しいものが手に入った、それがね、1日だろうと2日だろうともう十分だと思うわけなんですよ。できれば次の日も自分のものにしたいなと思いますけども、いつか別れが来ることも覚悟してるってことでございます。で、今回ね、ちょっと余談なんですけども、くるっとね、セルシオに目を向けてみたんですよ。セルシオ今ね、状態のいいのがむちゃくちゃ安いですね。なんかね、いくつかピックアップしてみたんですけども、例えばなんか2年ローン3年ローン組んだとしたら、月の支払いが1万か2万なんですよ。そんなレベルで、機内の名車セルシオがね、もう自分のものになるわけですよね。で、維持費ってはっきり言ってそんなにかかんないじゃないですか。ガソリン代確かに高いですけども、私の場合はどっちかっていうと車庫にあるばっかりなんで、ガソリンなんてほとんど入れないですからね。オイル交換をたまにしないといけないぐらいで、なんか年間のガソリン代ってそれこそ100万かかんないですよ。どんぐらいだろう、10万ぐらいじゃないですか、私の場合は。だから重量税がね、春に来るじゃないですか、あれ5月に。
あの税金が排気量か、排気量税があるぐらいで、あれも10万ぐらいですよ。もうなんかすごい、車って何台手に入れてもそんなに経費かからないぞっていう風な感覚にはなってきましたね。ただやっぱりね、かっこいい車多いんでキリがないと思うんですよ。私の場合はものすごくかっこいい車手に入れても次の車に目移りしちゃって、かといって今まで持ってたやつは手放したくないしって感じで、どんどん支払いが増えていきそうでね、ちょっとそこが怖いですね、まあなんかね、車好きのお金持ちがいっぱい車買うのも分かるなっていう感じですね。まあ私の場合は買えたにしてもあと1台が限界かなというところでございます、まあ支払いがきついというよりもね、もうこのなんか周りの目が厳しいですねこれはねいやはっきり言ってね、そこそこにしとかないと、まあおかしなことになりそうなんで、そこはちょっと近所の目を気にしながらやっていこうかと思います。では行ってらっしゃい。